にちは。今日はですね、今日はもう少し前に買っていましたけれども、ずっとね欲しかったのが見つかったって言って、多分、ご紹介はしてないかもしれないんですけれども、このアラビアンナイト、私アンモナイトアンモナイトって言ってましたけれども、アラビアンナイトですねこの綺麗なブルーですね、ターコイズブルーにラメが入っているこの分ですけれども、これをね、2玉買ってたので、この1番。これをちょっと使いたいなと思って、それでちょっと忙しくて、最近忙しくてバタバタしてて、購入品紹介とかも全然もうできてないんですけれども、多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このミルフェムの多分新色だと思います。これ、新色が多分2、3個あったような気がしたんですけど、私が好きな色はこれだけだったので、これだけを買ってきました。これは16番かな。もし新色じゃなかったらごめんなさい。もう私ちょっとよくわからないんですけど、もうね、いろいろ買いすぎてわからないんですけど、多分新色だと思います。これをね、これとこれを合わせて、もうこっちも2玉しかないし、こっちは3玉あるんですけど、2本取りにするので、大きいものはできないと思いますので、余ってもいいなと思って、巾着を作ろうと思います。がま口か巾着かポーチにしようと思ったんですけれども、ポーチはですね、あんまり、使わないんですよね。まあ少ししか糸がないので、小物巾着を作っていきたいと思います。それで、こっち側で、は一本取りでしたいんですけれども、こっちの指定のかぎ針が6号針、5から6ぐらいになってるんですよね、多分。5から6になってます。かぎ針指定がですね。そしてミルフィムは4から5ぐらいだったかな。4から5になってますね。4から5になってますけれども、こっちに合わせて6号針で、これは1本取り、こっちは2本取り。本当はね、これ2本取りするならもう少し太い針の方がいいとは思うんですけれども、合わせていきたいので、もう6号針で編みたいと思います。そしてできればですね、もう全然ちょっとまだ暑いぐらいのところもあるんですけれども、こっちも暑かったり寒かったりですけれども、もう去年から残っているこのファーがあるんですよね。まだ去年ファーをこういっぱい使ってバッグを作ったんですけれども、まだ残ってるというですねもう多分店頭にもファー出てたような気がするんですけど、もう家にあるので見てないんですよね。で、このドリームキャットという、これいつ多分去年買ったんだと思うんですけれども、このアイボリーっぽいのか、このグレーっぽいの、今年も出てるのかな、ちょっともうさらっとしか見てないので本当わかんないんですけど、このファーが少し使えればいいなと思ってるんですけど、まだちょっとわからないですね。まだ考えてるのはあるんですけど、まだはっきりはわからないです。それで、かぎ針は、ごめんなさい、6号針。見えにくいですけれども、この古い6号針で編んでいきたいと思います。はい、6号針で鎖編みを60目、一応してきました。で、こういう感じでね、しようかなと思うんですけれども、巾着をペタンコなね巾着を60目あって段数編んで、こう向きにして、ここをこう閉じて、まあそれはねまだ出来上がってから説明しろって感じですけれども、ここ今60目鎖編みをしてきましたので、60目鎖編みをしてきましたので、まずここからは1段細編みをします。鎖を1つしてから60目のところ押さえて、60目目を押さえてて、そこにまず1目目を入れます、細編み。そしたら細編みの頭にマーカーをつけます。そしてあとはこの目を拾いながらですね、60目細編みをずっとしていきます。2、3、こういうふうに目を拾いながら60目細編みをしていきます。ずっとですね、ずっと60目目を拾って細編みをしていきます。はい、目を拾ってずっと細編みを60目してきました。そしたら次は往復編みというか鎖編みを1回2回してからくるっと回してですね、
で、同じところにまず長編みを入れます。長編み、そしてここにまたマーカーをつけます。一番最初の長編みの頭にマーカー、そしたらまた目を拾って2段目もずっとですね、今度は長編みを入れていきます。この編み方も何回かバッグとかでしてますので、ね、あ、その編み方かなって分かるってもらえるかもしれませんけれども、ずっと2段目はこうやってまた一目に一つずつ長編みを入れていきます。ずっと最後までですね。はい、最後まで来ました。最初の細編みの頭にマーカーをつけてましたので、ここが最後ですね。ここに長編みを入れます。これを外して、最後の目にまた長編みを、これで60目、2段目長編みを60目してきました。そしたら3段目はまた細編みです。まず鎖編み1目で立ち上げて、くるっと回して、同じところに細編み、そしたらまたマーカーをつけておきます。そしてずっとですね、また目を拾って細編みを60目していきます。ずっとですね、最後まで目を拾って細編みを60目していきます。はい、最後までずっと60目細編みをしてきました。そしたら4段目からは、まず長編みをしていくんですけれども、鎖編みを1回2回して立ち上げてぐるっと回してですね、まずこの最初の細編みの頭には普通に長編みを入れます。そしたらまたマーカーをつけておきます。一番最初の長編みの頭にマーカー、そしたら今細編みのすぐね下の細編みの頭に入れましたので、これね、今2本に見えますけど、これは立ち上げてる、2目立ち上げてる分なので、次の長編みはここになるんですよね。これ細編みで見てもらったらわかると思うんですけれども、今ここに根元に細編みを1回入れました。そしたら次の目はここなので、この細編みの下のこの長編み、ここを表引き上げ編みをします。長編みの表引き上げ編み、1回かぎ針かけてから、これをね、この長編みを全部こうすくってあげて、長めに引き出して長編み、鎖編み2目で立ち上げてるので、ここが分かりづらいと思うんですけど、細編みで見てもらったら分かると思います。そしたら今この2目目の長編みのこの全部をすくって表引き上げ編みをしましたので、次はこの細編み3目目の細編みの頭に普通に頭を拾って長編み、次は4目目、ここですね、細編みで言うと4目目の頭、その下の長編み、これですね、これを全部すくって糸をかけて、この長編み4目目の長編みを全部こうすくってあげ、上から前からすくってあげて、長めに引き出して、そして長編み、次は5目目ここですね、ここは表引き上げ編みをしたら、次はこの細編みの頭に長編み、次は頭ではなくて長編みのこの足、これを全部すくってあげて長めに引き出して長編み、これを交互にしていきます。これ何回もですね、多分バッグとか巾着とかでもしてると思うんですけれども、ちょっと今回は向きがこう変わった感じでしたいと思うんですよね。今細編みの頭に長編みをしたので、次はこの細編みの頭ではなくて、その下のここですね、この長編み、この足を全部すくってあげて長編みの表引き上げ編み、長めに引き出してあげて長編み、これを繰り返します。次は細編み、
ここですね。ここに長編み。そしたら次は頭じゃなくて下のこの長編みのこの足。これをかぎ針を一回引っ掛けて、この足を全部すくってあげてから、長編みに引き出して、そして長編み。これを繰り返していきます。これを60目繰り返します。はい、4段目最後の方まで来ました。今、表引き上げ編みをしたので、ここですね。59目目は、細編みの頭を拾って、長編み。そして60目目は、ここになりますので、この下の部分ですね。これを、ここだけですね。これは立ち上げているので、この細編みが、この細編みというか、ここが最後の目になりますので、この下のこれだけですね。これだけをすくってあげて、ここだけをすくってあげて、長編み。これで4段目が終わります。こんな感じですね。そしたら5段目はまた細編みをしていきます。鎖編み1目で立ち上げて、くるっと回して、根元にまず細編み。そしてまたマーカーをつけます。結構この編み目しっかりしてるんですよね。ここにマーカーをつけて、あとはずっとこの目を拾ってまたずっとですね、60目細編みをしていきます。こんな感じで目を拾って細編みですね。細編みを60目していきます。はい、5段目は最後の方まで細編みをしてきました。で、これが59目目。そして、マーカーをつけているところが60目ですね。なので、ここにもう一本、もう一本というかもう一回、最後の60目目の細編みをします。そしたら、ここからは、また繰り返しになるんですけど、交互にやっていきます。まず、鎖編みを1回、2回して立ち上げて、くるっと回して、最初の4段目、4段目の長編みの時はですね、ここに長編みを入れました。こうやって見てもらったら分かりにくいかな。ここがこう、縦にこうなってるじゃないですか。ちょっと長めに。これが表引き上げ編みをしたところ。だから、一番最初のこの目は、この一番最初の根元に長編みを入れてます。なので、これは今から反対、交互にしていきます。なので、こう見てもらったときに、ここが根元です。これが根元の細編み。なので、この下のこの部分だけ、この長編みの部分だけを表引き上げ編みをします。もう一度言いますね。4段目に長編みをした時があったじゃないですか。4段目。細編みの頭に長編み。そして次は細編みの頭ではなくて、その下の長編みの足を全部すくって表引き上げ編みをしていきました。そしたら次は5段目細編みをしてきたら、また同じ長編みをするんですけれども、交互にですね、同じようにするのではなくて、一番最初に細編みの頭に長編みを入れてたら、今度は反対。なので、この細編み、根元ですね。今、鎖編み2目で立ち上げたので、わかりにくいですけれども、この細編み、一番最初のこの細編みの頭ですね。この下の、この長編み、ここだけをすくいます。なので、かぎ針に1回糸をかけて、この長編みの足を全部すくってあげます。そして、長めに引き出して、長編み。そしてまた、この長編みの頭にマーカーをつけます。鎖編み2目で立ち上げるので、どうしてもここがですね、しにくいとは思うんですけれども、今こんな感じで、1目目ですね。1目目は頭ではなくて、この下の長編み。の足を全部すくって表引き上げ編みをしました。次の2目目、ここですね。ここが細編みの2目目の頭。
なのでこの下のここを見てもらったらわかるんですけれども、ここはほら長い長編みになってるじゃないですか。なのでここは頭を拾ってあげて長編み、これを交互にしていくだけですね。なんか私の説明が下手やから、下手なんで難しいように思うかもしれませんけど、これ何回もね、何回も編んでる編み方なんですよ。でね、この端っこのところがちょっと二目で立ち上げてるので、わかりづらいかと思って、ちょっと説明してたらちょっとね、難しく感じるかもしれませんけれども、交互にしていくだけです。なので、今この頭を拾って長編みをしましたので、次はこの細編みのこの頭ではなくて、この下の、この長い長編みと長い長編みの間、この小さい長編みを、ここ、足を全部すくいます。まず、かぎ針に糸をかけて、この小さい長編みの、この足の部分を全部すくってあげて、長めに引っ張って、長編み。端っこだけがですね、ちょっとわかりづらいですけれども、表引き上げ編みをしたら、次はここですね。ここは、細編みの頭を拾って、長編み。そしたら次はここではなくて、長い長編みと長い長編みの間のこの短い長編みのこの足、これを全部すくいます。糸を一回引っ掛けて、この短い長編みのこの足を全部すくってあげて、長めに引き出して長編み、これを繰り返します。次はこの細編みの頭、下を見てもらったらわかると思うんですよね。次はここなので、この下はこの短い長編みになっているので、その時はこの短い長編みの、この長編みの足を全部すくって表引き上げ編み。そういう感じでずっと今から最後までやっていきます。はい、6段目最後まで来ましたので、今58目編んでます。58目はこの細編みの頭に編んでいるので、次はこの長い長編みと長い長編みの間の、これですね。この短い長編み。59目目がここの頭。ここが頭なので、この下の短い長編みを、足を全部すくってあげて、長めに引き出してあげて、長編み。そして最後はここなので、ここは頭を拾って長編みをします。これで6段目が終わりました。これを繰り返していくだけですけれども、あとまた今度は細編み。7段目は細編みです。鎖1回して、ぐるっと回して、根元からまた目を拾って60目細編みをしていくだけ。そして、頭にマーカー。で、60。ずっとですね、目を拾って60目細編みをしていきます。ここは、飛ばしますけれども、細編みをずっと60目していきます。はい、7段目もずっとですね、細編みをしてきましたので、もうここは繰り返しになります。最初だけですね、鎖編み1、2で立ち上げて、8段目ですね、くるっと回して、最初の頭はここですので、この下が表引き上げ編みになってますので、ここは頭を拾ってあげて長編み。そしてマーカーをつけます。そしたら次のこの目。この2目目のこの細編みの頭の下は、この短い長編みになってますので、かぎ針に糸を引っ掛けて、この短い長編みの足を全部すくってあげて、表引き上げ編み。これを繰り返します。なので、次はここですね。下を見てもらったらわかると思うんですけれども、こうやって次のこの細編みの頭の下の目は、下の目っていうかこの下の長編みは短いので、ここをかぎ針に糸を引っ掛けて、この短い長編みの足を全部すくってあげて、長めに長編み。これの繰り返しで少し編んでいってですね、何段か編んでいって、こういう感じでこう、模様はね、こうなりますけれども、こうじゃなくてね、こうなりますけど、幅をこう作ってあげて、この真ん中ぐらいにこのアラビアンナイトを少しこう入れてあげようかなと思うんですよね、縦に。少しだけ、何段か。そしてまた、
これもう少し編みますよ。あとでまた何段編みましたっていうのをご報告しますけれども、今1、2、3、4、5、6、7、8段目を編んでるので、あと何段編んで、全部で今何段編みましたのでこれに変えますというのは後でご報告しますけれども、イメージ的にはあと何段かこうね、ここを編んでいって幅を作ってあげて、アラハモナイトじゃなくてアラビアンナイトを少しだけここに真ん中に入れてあげて、またこの編み方でこっち側を少ししてここを閉じて巾着にするみたいな、そういうイメージを今持ってるんですけど、うまくいくかどうか分かんないです。なのでここは飛ばしますけれども、この繰り返しの編み方で何段か編んでいきます。この糸に変えるときはまた何段編みましたっていうのをご報告しますので、ここは飛ばさせていただきます。はい、16段目細編みですね。細編み最後の方まで来ました。16段目、最初からですね。最初細編み、長編み、細編み普通にしてこの模様編みをしていったじゃないですか。それで今全部で、今が16段目ですね。16段目の細編みの最後、ここが59、そしてここが60目ですね。60目のところで糸を変えたいと思います。60目のところに糸を入れて、未完成のまま、このままですね、このままこのアンモナイト、アンモナイトじゃない、アラビアンナイト、これを1本取りで、ちょっと中芯が硬いので外側から取ります。ちょっとこっちの方が細いかなとか思うんですけれども、どうかな、まあこのままいきますね。このままこの糸で、ちょっと細いかもしれん、でもいいですね、このままいきます。これで引き抜きます。そしてこのミルフィムはまた後で使いたいので、ここで少し切っておきます。腕で切っておきますね。で後でまた使います。で今引き抜いたので、このまま引き抜きましたので、このままこのアラビアンナイトで編んでいきたいと思います。ここですね、ちょっと短くしようかな、少し短くしますね。こんな感じで、はい、引き抜きました。ここで引き抜いたら、まず鎖編みを1回、2回して、ぐるっと回します。そしてこれを裏側に置いて、編みくるみながら行きましょうか。変な仕方で申し訳ないんですけれども、これ、引き抜いたら鎖編みを2回して、これを編みくるみながら、後ろにですね、編みくるみながら、鎖編み2回したら、この根元に、もうここ、ずっと長編みを1段していきます。17段目ですね。ちょっと編みにくいですね。17段目長編みをしていきます。最初の長編みの頭にマーカーをつけて、あとは目を拾いながら、これ編みくるみながら、糸端ですね、編みくるみながらずっと長編みをしていきます。30目じゃなくて60目、1目に1つずつ、こっちの方が細かったかもしれませんけれども、これを2本取りにしたらまた太くなっちゃうので、もうこのままいきますね。このままずっと編みくるみながら60目長編みをしていきます。17段目ですね。はい、17段目最後の方まで来ましたので、59でこの最後の目で60ですね。で同じ編み方をしていきます。最初長編みをしたので、次は鎖編みを1回してぐるっと回して、同じところに細編み、そして細編みの頭にマーカー、これが18段目ですね。18段目はずっとまた細編みを、18段目はずっとまた細編みを1周、目を拾って60目していきます。はい、最後まで来ました。50細編みですね。59
そしてこのコマ、マーカーのところが60目なので、ここで60。はい、これで今全部で16、17、18段ですけれども、このブルーのアラビアンナイトに変えてからは2段ですね。アラビアンナイトに変えてからは2段、長編み、細編みをしてきました。そしたらアラビアンナイトに変えてから3段目からはまた同じような編み方です。繰り返しですね。鎖編み2目で立ち上げてぐるっと回してですね、そしてここが ここがちょっとね、めんどくさいですけれども、ここが根元なので、この細編み、根元の細編み、ここにまず長編み、最初言ったのと同じですね。長編み、細編みの頭に長編みを入れます。最初のミルフィムの模様編みの編み方をまた今からしていきます。そしたら次はここが2目目なので、この下の長編み、これですね、これは表引き上げ編み、もうさっきと同じです。なので次がこのここですね、この3目目は頭を拾って長編み、これのこれを交互にしていって、さっきと同じ編み方をずっとしていきます。なのでまたこのアラビアンナイトに変えてから何段編みましたって、もうここと同じ編み方なので飛ばしますけれども、何段編みましたっていうのは後でまた皆さんにご報告して、今こういう感じになってますけれども、これをね、どうしようかな、巾着にしようかと思ったけど、意外にしっかりしてるのでショルダーにできそうな気もしなくてもないなとか思って、こういう感じにしてアラビアンナイトで編んで、少し編んで、またこの幅でミルフィムで編んで、周りをファーでこうね、イメージですよ、イメージ、まだ変わるかもしれないんですけど、ファーでつなげて、上もファーをつけて、そしてショルダー紐つけようかなとかも思ってるんですけど、まだわかんないですいつもですけど、またどう変わるかわかんないですけど、とりあえずもうここからは最初のミルフィムの模様編みの編み方と同じように何段かしていきます。でまたね、ちょっと変わることがあれば動画をね回して、ここはこうしますっていうのをお知らせしたいと思います。今からこの編み方ですね、ここ編んできたこの長編みと表引き上げ編みの交互に編み方をずっと何段かアラビアンナイトでしていきたいと思います。はい、アラビアンナイトに変えてから8段編んできました。まずアラビアンナイトに変えてから長編みを1段編んで、そして細編みを1段編んで、そして模様編みに、模様編みしたじゃないですか。そして全部で今アラビアンナイトだけで8段ですね、8段編んできました。だから細編みで今終わった状態です。で、アラビアンナイトはアラビアンナイトってうるさいですけど、長編みでまず始まったので、この今細編みで模様編みを終わった時点で、もう一度長編みをして終わりたいと思います。長編みで始まったので長編みで終わりたいと思います。なので8段編んできたら細編みで終わると思います。長編み、細編み、そして模様編みをして、今細編みの段で終わってます。これで8段終わってます。で、9段目は、1、2、3、4、5、6、7、8、そうですね。9段目は長編みをしていきます。鎖編み、1回、2回して、ぐるっと回して、根元に長編み。もう模様編みはせずに、ここは最初と同じで、最初この糸に変えた時に長編みでずっと1段編んできたので、このまま目を拾って60目長編みをしていきます。もうここね、目を拾って長編みを60目していくだけなので飛ばしますけれども、この糸に変えてからこれ9段目ですね、9段目は長編みで終わりたいと思います。1段ずっとね長編みをしていきます。はい、ずっと長編みを9段目、アラビアンナイトに変えてから9段目長編みをずっと編んできました。
ここが最後の目なので、ここに長編みを入れるときに、2目引き抜いた状態で、この状態でですね、また、この糸を切って、もうこれは使わないで、そしてさ、なんか、久しぶりの動画なので、ちょっとカミカミになってます。ごめんなさい。そしたら、最初の、このね、ミルフィム、2本取りにまた変えていきます。このミルフィム、2本取りに、ここで引き抜きますね。これで引き抜きます。9段目、これで終わりです。そしたら、次からまた模様編みをこのミルフィムで編んでいきますので、まず細編みから1段編んでいって、ずっと模様編みをしていきたいと思います。とりあえず、このミルフィムに変えてから1段目いきますね。鎖編み1回してから、くるっと回して、根元に、これを裏側に回して、こっちが表になります。違う。こっちじゃない。こっちが表ですね。こっちが表になりますので、こういう感じで、まず根元にですね。根元に細編みをしたいと思います。ここですね。ギュッとして、根元に細編み。一度細編みを入れます。そして最初の細編みの頭にマーカーをつけます。ここですね。そしてこれも編みくるみながらいきましょうか。ちょっとしにくいですけれども、この2目目のところ、こう糸がこう通るけど、もうしょこのまま生かしていただきます。ここで編みくるみながら、こっち側にですね、編みくるみながら、これが2目目、細編みをずっとしていきます。目を拾って、後ろ側に編みくるみながら、3目目。もう強引なとこいっぱいありますので、すいません。4目目。というふうに、こんな感じで、模様編みの方が表なので、糸が向こうに出ないように編みくるんでいきます。目を拾って、ずっとね、1段細編みをしていきます。ミルフィムに変えてから編みくるみながら1段細編みをしていきます。はい、ミルフィムに変えて1段ずっと細編みをしてきましたので、もうここからはこっち側と同じように細編みと長編みの、表引き上げ編みと長編みの模様編み、今から長編みの編み方ですけれども、まず鎖1、2立ち上げてからぐるっと回して、そして最初は根元ですね。最初はこの根元、ここですね。ここに長編み。長編み。そしてマーカーをつけて、次はここではなくて、この下のこの長編み。このブルーのアラビアンナイトの長編み。これを全部すくってあげて、長めに引き出して長編み。そしたら次はここですね。ここ。上を拾って。ごめんなさい。ちょっと待ってね。上を拾って長編み。そしたら次はここではなくて、この下ですね。このアラビアンナイトのこの長編みの足を全部すくってあげて、長めに引き出して長編み。この全部同じ編み方ですね。今最初のここで編んだ編み方と同じ編み方で、これで今から14段編んでいきます。この長編みが終わったら細編み、そして長編み。長編みって言っても表引き上げ編みと長編みの編み方ですね。この編み方ですね。なので14段今から同じように編み方を、こっちのね、編み方と同じ編み方で編んでいきたいと思いますので、ここは飛ばします。はい、ミルフィムで、アラビアンナイトからミルフィムに変えて、細編みからずっと編んできて、14段編んできました。で、今、長編みのところで終わってます。そしたら、今度は、もう最後なんですけれども、もうここ、細編みで閉じようって言ったらおかしいけど、細編みをして、
終わりたいと思います。ミルフィムに変えてから、15段目は細編みをしていきます。鎖編み1回で立ち上げて、そしてまた裏側にして目がすいません、ソファーに登れないかな、ちょっと助けてあげるのでちょっと待ってください。ここにマーカーをつけておきます。一番最初にですね。はい、すいません、助けてあげましたそしたらもうここずっと細編みをしていくだけ。ずっとですね、目を拾って細編みを1段していきます。もうこれでちょっとやめようかなと思います。とりあえず1段細編みをしていきます。はい、最後まで編んできましたので、ここで一度鎖編みをしてから糸を切って引き抜きます。そしたらですね、今ちょっとまだ形があれですけど、全体見えないかもしれないんですけど、 すごい可愛いんですよ、色がですね、すごい可愛い。こんなセーター着てみたいこんな感じの色合いのセーター着てみたい派手かな、派手っつうのにでも派手なの好きなの、こういうの編むのが好きなので、ちょっとテンションが上がりますけれども、今一応こんな感じになりました。同じような編み方をしてます。最初はですね、最初細編みをして、長編みをして、細編みをしてって感じで、そして模様編みに移ったんですけれども、そこで17段ここね、ミルフィム編んだんですよね、下の方からね。そしてアラビアンナイトは、7段編みました。そしてこっち側のまた糸を変えてミルフィムに変えてからは、15段編みました。17段、7段、15段にしました。こんな感じでできました。こう見てですよ、最初こっちから編んできたので、下から編んできたので17段、待ってよ、17段編んで、アラビアンナイトで7段編んで、そしてミルフィムに変えて15段編んできました。そして一応ね、まあ、こんな感じでサイズを測ってみますけれども、長方形というかちょっといびつですね、少しね、やっぱりこっちの方が細かったのかな、アラビアンナイトの方が、まあ、なんとなく測ってみますけれども、幅が38センチで、まあ深さというか、まあ、高さがですね、高さが25センチぐらいになってるんですけれども、これをですね、こっち側を表にこういうふうに、こういうふうにですね、折り曲げて、半分に折り曲げて、ここをこう閉じていこうと思うんですよ。こういうのは糸始末をしてですね、ちょっと今から糸始末を先にしてきます。ここですね、出てる分を糸始末をしていきたいと思います。はい、糸始末をしてきました。どちらが表でもいいと思うんですけど、やっぱりこっちの方がね、なんていうのかな、あれですよね、模様編みになってるので、こっち側にしたいと思います。で、今からここをこう閉じていきたいんですけれども、ここ60目あるんで、まあだいたいこう半分にしてみたら30目あると思うんですけれども、もうここはごめんなさい、こことここの糸とここのこことというのではなくて、もうごめんなさい、適当にですね、もう悪い言い方しかしませんけれども、適当にこの10号針で、この家に余った、もう新しいのから使ったら何玉使ったって言えるんですけれども、ここら辺にもぐしゃぐしゃと余ったファーがありますので、このドリームキャットの何番だったかな、24番ですね、 21A って書いてるので去年ですよね、24番のこのアイボリーで10号針で、ここからガシガシ止めていこうと思うんですけれども、まず最初はもうこの一番端っこのあたりに、もう10号針なので思いっきりこう突き刺す感じで突き刺してね、だって6号針で編んでるからすごいやりにくいとは思うんですけど、でも30あるけど15大体の間隔で一目開けた感じで
15目の細編みで編んでいこうと思うんですよ。なんでちょっと編みにくいですね。この細編みのところではなく、この長編みのところに入れましょう。この長編み、ここだったら入るので、こっち側もここが細編みなので、この長編みのところ、長編みのところにぐさっと刺して、細編みのところに入れたら、細編みっていうかね、この一番端っこのこの鎖編みになってるところになかなか入らないので、その下の長編みのところに入れました。こうやって。もう真似はできないかもしれないですね。すいません。そして引き抜いてから一度鎖編みを一回します。そしてもう大体同じところにぐさっと刺して、編みくるみながらですね、ぐさっと刺して細編みをします。こんな感じで。で、編みくるみながら、だいたい一目開けた感じで、今ここに入れたので、まあ一目開けた感じで、次ここと、まあ向こう側もだいたい一目開けた感じで、もう最後はもう無理やり入れちゃうかもしれないんですけれども、こういう感じで細編みをしていきます。一目開けて、次のところ、こっち側も一目開けて、次のところ、もう大体ですね。ごめんなさい。もうここら辺はちょっと本当に適当にしていますけれども、裏側こんな感じで一目開けて、こういう感じで、今3目目ですよね。今3目目。で、一目開けて、もう一目、裏を見るのは、難しいかもしれないので、今3目目じゃないですか。表だけ見ていきましょうか。で、一目開けて、こういう感じで押さえておいて、ここ。一目開けて次のところにぐさっと刺して、もうこのまま。4。一目開けて、この目にぐさっと、もう裏を見ないで。5。こんな感じですね。一目開けて、次の目にぐさっと刺して。もうちょっと目数はわかんないけど、一目開けて、次の目にぐさっと刺して。7。合わないかもしれないんですけど、一目開けて、ここで8。ぐさっと刺します。もう裏見ないで。8。一目開けて、ぐさっと刺して、9。一目開けて、ぐさっと刺して、10。一目開けて、ぐさっと刺して、11。一目開けてぐさっと刺して、12、13、ぐさ、14、なんかあった、15目の細編みを、もうめちゃくちゃ無理やりですけど、15目の細編みをしました。こんな感じで。もうファーだから、もう私ファーこういうとこ大好きなんですよ。あんまりこう、目立たないじゃないですか。だから、もうぐさぐさ刺しました。もうこうやってこう裏見てたら、もうこうやって、ごめんなさい。この鏡じゃなくて、スマホの前でこうやって見るのめんどくさかったので、もうここで15目の細編みを一目開けて、ぐさっと刺して、細編み。一目開けて、ぐざっと出して、細編み。で、15目の細編みをしてきました。15針で。本当はね、このファーは8ミリとかの指定針なんですけど、私いつもあんまり言うこと聞かないんですけれども、冬場、ファー使うとき。これは後で糸始末をします。そしたら、またこっち側も同じようにですね、一目開けて、この長編みのところ、ここですね、この下。この細編みというか、ここではなくて、この下の方が15針がこうぐさっと入りやすいので、ここだとこう入れにくいから、自分がね、下のがやりにくいようにしてるんですけれども、6号針で編んでる中に15針が入りにくいので、長編みのところだったらこう、空きがあるのでこう入りやすいので、これを一目ずつ開けて、今みたいに15目細編みをファーでしていきます。はい、両方してきました。そしたら、ここに、こう出た糸はもうこのまま鍵針でこの中に隠します。針がなかなか入らないので、針の中に入らないので、このままね、この細い鍵針で
うさうさ隠していきます、こうやって。すいません。参考にならなくて申し訳ないですけれども。笑い事じゃないですよね。何してくれよんやって思われる方もいらっしゃると思いますけれども、一応ね、ちょっと形にしたいなと思いまして、こんな感じでね、うさぐさ隠していきます。でね、もうここぐらいに来たらいいと思うので、ちょっと切ってあげて、で、思ったのが、失敗したなと思ったのが、ここもね、やっぱりこう、2本取りですればよかったなと思いました。ここですね。ここだけは、ここはしっかりしてるけど、ここがやっぱりしっかりしてないので、うん、やっぱりこんな感じで、キュッとこう絞る感じの、もう巾着にするしかないなって感じですね。ここもね、しっかりしてくれてたら、こう、ショルダーバッグにでもしようかなと思ったんですよ。でもやっぱり、ここが一本取りなので、こっちだけ、両端だけがしっかりしてて、ここ二本取りで本当良かったと思います。もう、一本取りじゃなくて、ちょっと失敗したなと思うんですけれども、ここから、こう、また適当にじゃないけど、こう目を拾っていきたいんですけれども、まあ今度はまた6号針で、これがこのくらいと、もう一玉残ってますので、これを2本取りで上の方をね、少し紐を通すところをね、編んでいこうかなと思います。で、こっちがこのくらいしかなくて、こっちがね、丸々残ってるので、こっちの方がね、絶対先になくなっちゃうので、その時はもうこの中の芯をどうにか抜いて2本取りにして、そして行こうと思います。なんかね、無理やり作戦ですけど、すいません、マジで。本当にごめんなさい。これをね、2本取りで、これを2本取りということは、そうですね、コロコロ変わって申し訳ないですけど、今度は8号針で行きます。8号針。ここを編んだときは6号針。ここを編んだときは、これね、止めた、細編みで、ファーで止めたところは10号針。そして、これを2本取りで、上の部分を編んでいくときは、この8号針を使います。どうしようかな。そしたら、ここからですね、この空いているところから、この、ミルフィムのところは15目拾います。一度引き出してあげて、糸端を編みくるみながら、まず一回、細編みをして、鎖編みをして、ごめんなさい、鎖編みをして、同じところに細編み。そして、マーカーをつけます。で、なんとなくこう、空いているところに15目入れたいので、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15目入らないですね。11、12、13入れましょうか。じゃあここで13。ミルフィムのところに13目入れます。そして、このブルーのアラビアンナイトのところには、7目入れます。1、2、3、4、5、6、6目か。6目でいいと思います。ごめんなさい。じゃあ、最初から言いますね。ミルフィムのところには13目入れて、この、何ですかね。アラビアンナイトのところには6目入れます。そしてまたこのミルフィムのところには13目入れます。1、2、なんとなくなっちゃうんですけど、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13入れますね。そしたらまたぐるっと、このミルフィムのところ、こっち側のミルフィムのところも、大体ですけれども、ここ
に出るっていう感じではないですけれども、13名出ます。もう本当に適当になっちゃいますけど、2、3、4、飛ばさないでいきますね。5、6、7、8、9、10、11、ごめんなさい、無口になった。11、12、13。そして、アラビアンナイトのところに、6名。1、2、3、4、5、6名入れます。そして、また最後のミエルフィンのところに13名。1、2、もうこことここって言ってないんですけど、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと無理やり感がありますが、11、12、13、まあ、こんな感じで入れたら最初の細編みの頭に引き抜きます。もう大体ですけれども、何段あるから何目入れますとかではないですけれども、一応こんな感じで入れます。そしたらここから持ち手という、持ち手じゃない、ここがねしっかりしてたらちょっと持ち手を作って、あのペタンコバッグでここにこうボタンかなんかつけて可愛いかなと思ったんですけれども、それかショルダーで、でもちょっとここがねやっぱり一本取りでペラペラしてるので、やっぱりキュッと絞った方がいいかなと思いまして、ここから、どうしようかな。今何目あるかちょっと数えてみますね。はい、今数えたんですけど、一周、ミルフィムのところが13目が、4箇所と、アラビアンナイトの6目のところが2箇所あるので、64目あるんですよね。中途半端。64目あるので、もう、一つ飛ばしで、ネット編みみたいな感じでしていきたいと思います。偶数なのでですね。何の倍数とかではなくて、今ここに引き抜いたので、まず鎖編みを1回してから、同じところに細編みをします。マジ中途半端になっちゃったんですけど、そしてまた鎖を1、2、3回して、1つ飛ばして次の目ですね。2コマ編み、また1、2、3して1つ飛ばして細編み、1つ飛ばして細編み、こんな感じになりますね。最初からね計算してしたものではないので、本当申し訳ないですけど、行き当たりばったりで申し訳ありません。1つ飛ばして次の目に細編み、これをずっと最後まで繰り返していきます。はい、1段編んできましたので、最後は鎖編みを1回して、この最初の細編みの頭に長編みを1回しますね。1つ飛ばして最初の細編みの頭に長編み。長編みですね。ここに長編み。そしたらまたずっとネット編みをしていきます。まず鎖編み1回して同じところに細編みをして、そしてマーカーつけます。であと同じですね、1、2、3したら次この前の次のこの鎖編み3目のところに細編み、これをずっと最後まで繰り返します。1、2、3で細編み、ここですね、次の前段の3目のところに細編み、これをまた1周繰り返します。はい、2段目最後まで来ましたので、また鎖1回してから同じですね。この最初の細編みの頭に長編みをして、で、もう1段だけネット編みをします。ここで鎖1回して、束を拾って、細編みをして、またマーカーをつけておきます。あとは同じですね。また鎖3目して、
次の目に、次の前段の3目のところに細編み、これを繰り返します。はい、3段目ネット編み、また最後鎖編み1回して、まだ編むかって感じですけどまだ編みます。ここに最初の細編みの頭に長編みをします。3段目のネット編みが編んだので、また4段目も編みます。鎖1回して束を拾って細編みをしますね。細編み、そしたらまた同じように4段目もネット編みをしていきます。しつこいですけれども、ちょっと形を見ながら、巾着ショルダーにしようかと思ってやっています。なので鎖編み3目して、また次の前段のこの鎖編み3目のところに細編み、これを繰り返します。はい、ネット編み4段目最後まで来ましたので、ここで終わりたいと思うので、1,2,3 してからこの最初の細編みの頭に引き抜きます。ここに引き抜きます。で、一回鎖をして、そして糸を切りたいと思います。なんかマジで本当すいません、なんか本当なんか今回なんかマジで皆さんから なんか適当って思われるかもしれないんですけど、本当申し訳ないです。で、ここでですね、一応こういう風にこうギュッとねしました。たらこういう感じになりました、ね、で、ここギュッと絞りたいんですけど、また何をし迷ったのか、ファーが余ってますのでね、このファーが余ってますので、多分これ2玉ぐらい使うと思うんですよね。今こっち側の残りと、これがまあ1玉あるかないかなんですよね。わかんないんですよ、もうこのままボンボンって置いてるからわからないですけれども、ファーは多分2玉ぐらい使ってると思います。今回何玉使いましたっていうのがね、はっきり言えなくて申し訳ないんですけれども、この少しこれから使えばよかったけど、これはねちょっとまだ綺麗なので取っておこうかなと思って取ってます。で、この残りの方からですね、もうこの今編んだ8号針のままでいいので、ここで引き抜いたので、ここからですね、この引き抜いたこの手前のところからまず糸を出してあげて、鎖を1回して同じところに編みくるみながら細編みをします。で、一応細編みの頭にここねマーカーをつけておきますね。そしたらこの糸端も全部編みくるみながら、次の目にはこの次の鎖編み3目の中には長編みを3回ぐらい入れましょうか。1回、多分モコモコってなるぐらいだと思うので、花びらっぽくとかはならないと思いますけれども、3回入れます。長編みを3回入れます。もう8号針のままですね。そしたらこの糸端編みくるみながら、次のこの鎖編み3目のところに細編み、たら次はまた編みくるみながら、この前段の鎖編み3目のところに長編みを3回、長編みを3回入れたら次は細編みという感じで最後まで編んでいこうかなと思います。まあどんな感じになるかちょっと本当自分でもわからないですけれども、このまま編んでいこうと思います。はい、最後まで来ました。最後は細編みをしたので、最後のこの鎖編み3目の中には長編みを3回入れて、もうこれ多分長い動画になっちゃってると思いますけど、本当にもうブチって切っちゃって構わないです。もう本当今更言うのもあれですけど、最初に変えておきますね、テロップで。そしたら最初の細編みの頭のところに、ここですね、ここに引き抜きます。そしたらね、上がちょっとモコモコって なって可愛いんじゃないかなと思ってしたんですけれども、で引き抜いて一度ちょっと鎖をしておきますね。そしてこれを切って後で糸始末はしますけれども、少し残っていた分、ここをねつなげて少し残っていた分と、モコモコって一玉ぐらいあると思うんですけどって言ったのがこのくらい残りました。そしてこれをちょっとこう引き抜きますね。で、これ糸始末はまたぐさぐさこうしていきますけれども、こんな感じでできたので、こういう感じでできたので、
もうここら辺でこう絞ってですね、もうくしゃってした感じで絞、少しだけ、そんなギュって絞らないで、少しこう、ふんわり感を出して絞って、これでね、まだここに余ってるので、これでコードを編んで絞って、ここら辺に、このしっかりしたところに D カンをつけてですね、セリアさんのレザー調の紐がなんかこうやって見たらなんか変な形ですけれども、なんか瓶みたいな形、なんかここがこうなってキューみたいななってるんで瓶みたいやけど、まあとりあえずこの、長さに合わせてですね、ここは糸始末して、この2本取りでまた同じように今編んできたこの8号針で2本取りでこの長さに合わせて鎖編みをしてコードを作りたいと思います。あとで、何目編みましたっていうのはご報告します。はい、2本取りで8号針で80目編んできました。2本編もうかなと思ったけれ、2本編もうと思ったんですけれども、1本だけ編んで、とりあえず、先にですね、Dカンをつけようかなと思います。Dカンは、このダイソーさんのね、この小さい Dカン。これをね、1つ今つけたんですけれども、1個出してたのがまたどっか行っちゃいましたね。どこ行ったのか。よくこうやってなくすんですけれども、もうどこに行ったんだろう。今こっちにつけたんですけれども、このねミルフィムの余ったの2本取りで、このファーでつないだじゃないですか、このここら辺、この真ん中のこのミルフィムで編んだところ、ここですね、このファーでつないでるんですけれども、このネット編みの部分ではなくて、この真ん中の真ん中あたりのこのミルフィムで編んでいるところらへんから、ぐさっと刺して少し残しておきます。後で糸始末をするので。でもこのままこう、ぐるぐる縫い付けるだけですけれども、しっかりした部分にね、縫い付けます。ネット編みのところに縫い付けたらふにゃってなりそうなので、このミルフィムで編んでいるところにぐさっと刺して、しっかりさせます。こんな感じでつけていきます。で、端っこまでつけたら、もうちょっと飛ばしますね、時間があれなので。ここまで縫ってきたら糸始末をして、こういう感じでね、こっち見ていただくと分かるんですけれども、こうぐるぐるぐるっと縫ってきたら糸始末をして、こういう風につけたいと思います。ちょっとここだけつけますね。はい、両方 D カンをつけてきました。こんな感じでですね、そしたら、まあ、どっちが前でもいいんですけれども、まあ絞るから、どっちが綺麗って、こっちのがちょっと赤いのが多いので、こっち側を前にして、これ80目鎖編み したものです。これですね、これをまあ綺麗にここから出るかどうかわかんないんですけど、こことここに出したいんですけど、出なかったら出なかった時で、まあどうかします。このね、真ん中のここですね。こことここから本当は出したいんですけれども、まあここから、一番下のネット編みのところから入れていきます。出なかったらどうしようかな。とブツブツ言いながらですけれども、ちょっと飛ばしますね。ここをずっとね、ぐしぐしと入れていきます。はい、ぐしぐしと入れてきました。そしたら、なんとなく、奇跡的に、こことここで、出ます。よかった。これマジ奇跡ですね。こんな感じで、こことここですね。ここ、真ん中に位置をしているので、真ん中のあたりだと思うので、この両端から出したかったので、こんな感じで出しました。そして、ここをですね、結んでるんですけれども、とりあえず、ここに、これを通そうと思うんですよね。この中の、これですね。この色を、これをね、通して、ぎゅっと絞れるようにしようかなと思います。もうほんと今日ね、長くなっちゃって申し訳ない。いつもですけれども、申し訳ありません。ここからまたね、こっち側に通して、で向こう側は向こうの穴に通します。
はい、両方こう通してきたので、まあ、大体ここですね。ここが太いところ。ここからが編み始めと終わりになっているので、ここら辺でこう結んで、太めにですね。ちょっと待ってね。はい、結びました。こんな感じで結びました。そしたらこの糸をですね、隠していきます。もうここちょっと飛ばそうかな。これを入れて、このですね、これを全部入れて、この結んだところにね、隠していこうかなと思います。こんな感じで、ちょっと短いですけれども、こんな感じでギュッとしながら、この結んだところにですね、こう糸始末というか、隠していきます。これをですね、きれいに隠していきたいと思います。はい、だいたい何回かこうぐしぐしと入れてきたらこの先を切ります。これを切って、長さをですねこう合わせる感じで、これでギュッと絞って、こんな感じで巾着ショルダーにしたいんで、ここにセリアさんのレザー調の紐を持っていきたいと思います。はい、これですね、ごめんなさい。バーコードっていうか、ジャンコードとかちょっとわからないんですよね。これも。なんか、紙、台紙がないのでわかんないですけど、これをね、ここにつけて、茶系の紐でもいいかなと思ったんですけれども、まあ、ファーが白なので、このレザー調の白のね、ショルダーの紐でもいいかなと思いまして、つけます。で、こんな感じで完成しました。どうですか？最初はね、もう少しここがしっかりしてたら絞らない感じのショルダーでもいいなとか、それともここがもう少し柔らかかったら、もうここ雑談なので、もう本当長いと思いますので飛ばしてくださいね。私の考えなので、ここがもう少し柔らかくてこのくらいだったら本当に巾着にしようかなとか、そういうことを思ってたんですけれども、なんか微妙にここはしっかりしてて、ここがちょっと緩いというか、あれなので、どうしようかなと思って、まあ考えた末の、こういう形なんですけれども。今日は、このミルフィムですね。新しい、このミルフィムですけれども、これを3玉使いました。この、何番だったんですかね。16番ですね。16番のミルフィムを3玉使って、まあこのくらい残りました。でも2玉では足りませんね。これ、2本取りでしたので、3玉使って、このくらい残りました。そして、アラビアンナイトは、このブルーのですね、1番。この1番のアラビアンナイトを2玉使って、2玉使って、このくらい残ってます。1玉では足りません。で、2玉使ってこのくらい残ってます。そしてファーがちょっとわかんないんですけれども、1玉で足りるかなって感じですね。今、このくらい残ってるので、ぐしゅぐしゅっとして、これ1玉あるかないかですって言ってたのがこのくらい残ってるので、このファーが1玉あったらできるんじゃないかなと思うんですけど、正直はっきり言えないです。これですね。白。ごめんなさい、今白の丸いのがどっか行っちゃったので、何番か分かんないですけれども、これですね。これを多分一玉で足りるとは思うんですけれども、はっきりは言えません。多分これ24番のこれだと思うんですけれどもね。そうですね、24番この色ですね。これを一玉で足りるとは思うんですけど、本当にごめんなさい。ここはもう余ったのを使ったので、はっきりとは言えません。で、このビーズじゃないけど、ウッドビーズみたいなのを使って、巾着にしました。なので、サイズは幅が23センチ。深さが、19センチぐらいですね。で、これはセリアさんのレザー調のショルダー紐を使っています。
で、この中に長財布も一応入りますし、長財布も入りますし、エコバッグも入りますし、ね、スマホとか入れて、車の鍵とか部屋の鍵とか入れて、で、ここキュッと絞ってもらったら、こんな感じで、かわいい、顔、どうなんですか？これかわいいんでしょうか？よくわかんないですけど。なんか、よくわからないです、今回。なんか、自分が、ちょっと迷子になってます。かわいいのかかわいくないのかよくわかんないですけれども、一応、こういうショルダーになりました。着画をお見せできたらいいんですけど、もし、写真が撮れたらですね、写真が撮れたら、多分ここら辺かな、それとも、後からかなその前かなに入れるかとは思いますけれども、もし、撮れなかったら、今日はちょっと撮れそうにないので、編集も今日はできないと思うので、ちょっとこれもいつ、動画に出せるかどうかちょっとわかんないんですけれども、一応、でも可愛いんですよ、本当に。さっきはちょっと迷子になってますって言いましたけど、いや、可愛いと思います、これ。自分で言うのはあれですけれども、こんなの派手なのは嫌だわっていう方もいらっしゃるとは思いますけれども、でも使えるんではないかなと思ってます。自分で作ったものですので、それかね、また、プレゼントでもいいかなとは思うんですけれども、いや、なんかこう、素敵なショルダー巾着ではないかなと、ちょっとだけ今思えるようになりました。最初はね、本当どうなることかと思いましたけれども、でも、自分で作ったものですので、失敗も成功のうちです。はい。この新しいね、ミルフィムも色合いがすごく好きだったので、この、アラビアンナイト、この色を好きだったので、買ってましたので、どうしても使いたかったんですけど、本当最近、もう本当に忙しくて、動画ももうほぼ撮れてない状態なんですけれども、一緒にこう、使ったらどうかなと思って今日はやってみました。長い長い動画になってると思いますけれども、編集でね、カットできるところはカットしますけれども、よかったら、最初ね、テロップ入れますので、最後の方だけでも見ていただけたら嬉しいです。はい、着画が撮れたら、ここら辺にね、どこかに、アップできると思いますけれども、できなかったらすいません。こういう状態です。どこかしら参考にしていただけたら嬉しいです。本当に申し訳ありません。今日の動画はね、ボツになっちゃうかなとか思いながら撮っちゃいましたけど、最終的に形になりましたので、いつかアップしたいと思います。今日も本当に長い時間、参考になるかならないかわからないんですけれども、お付き合いいただきありがとうございました。またね、次は、何かまた、バッグとか、時間が取れれば、カーデとか、編んでみたいんですけれども、今ちょっと本当に忙しいので、取れないんですけれども、またね、時間ができたら、編んでいきたいと思いますので、ぜひ、その時は遊びに来てください。今日も本当に最後までありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。